マブラブ、前回の続きからプレイしていきましょう。委員長、いろいろ抱え込みすぎて、見てんのが本当に辛くなってくるな。何しに来たんだろう、俺。結局委員長は隣にいない。俺だけ来たって意味ねえのにさ。ま、来ちまったもんはしょうがねえ。鈴宮ってどこに入院してるんだろう。頭打って、そういや、優子先生のお姉さんがいるから、入院とか言ってたな、マリモちゃん。すいません。どうしましたか？ここに鈴宮茜って人が入院してるんですけど、どっかわかりますか？そういうのは受付で。で、鈴宮茜さんですか？光月っていう先生が見てくれてるって聞いたんですけど。はいはい、任せといて。ほら、こっちこっち。これもしかしてあれかな。やけになれないしぞ。え、これ、あれかい？先生かい？もしかして。やれやれ、また同じような感じか。でかい病院ってのは大変だな。あの看護婦さんの言う通り来たんだけど、大丈夫かな？あれ？不安になってきたな。ちょっと！今度はあそこで聞けばいいのかな？おーい！看護婦さんいないじゃん。おーいおーいおーい！まあ、いったな。仕方ない。部屋のプレートを一つずつ見ていって。ちょっと！あ。さっきから呼んでるのに。なんで無視するのよ。あれ、何があれよ。失礼ね、まったく。鈴宮じゃん。そうだよ。入院はしてるよ。ほら、この格好。あ、本当だ。あれ、だから何よ。元気じゃん。うん、すんごく元気。頭は多分白金くんよりはいいと思うよ。あのなあ、はあ、元気ないね。どうしたの、こんなところに来て。誰かのお見舞い？お前だよ。ま、知り合いが入院してるはずなんだ。あ、そうなんだ。その見舞いのつもりで来たら、目の前で本人がすこぶり元気でさ。え？私に会いに来たんだ。一応。そうなんだ。へえ。どうして？まあ。他の人たちは？一人？ああ。本当に元気ないね。どうしたの？いや、なんつったらいいのか。ごめん。え、何が？いろいろと。球技大会のこととか。それは別に、白金くんが悪いわけじゃん。見舞い遅れたこととか。そんなの全然。それからその千鶴だ。うん、連れてこようと思ったんだけど、ごめん。ねえ、一体何がどうなってるの？ん？千鶴に何かあった？それは。そこで口ごもるってことはあったんだ。まあ。何があったの？千鶴が来ないのは何か訳があるんでしょ？それは、どっちだ。まあ、いろいろどうかな。まあ、学校でいろいろあってさ。やっぱり。やっぱり？なんとなく、とても嫌な想像だったけど、怒らないことじゃないかなって思ってた。そっか。ね、あー、すげー飛ばしちゃった。千鶴は大丈夫？大丈夫だったら多分今ここにいる。本当にそうだよな。ま、人の噂も何日か忘れたけど、そういうもんだよ。でも言ったやつは忘れても言われたやつは絶対忘れないからな。私のせいだ。それは違う。だって頼む、鈴宮までそんな風に自分を責めないでくれ。白金くん、もうたくさんなんだ。自分を責める奴を見るのはもうたくさんだ。委員長もあやみでも口に出した10倍、いや、100倍は絶対自分のせいだと思ってる。ごめん。そうだね。事故だもんね。誰のせいでもない。それを誰かのせいにして責め立てるバカどもに囲まれて、くそ、なんでこんなことにならなきゃなんねえんだ。千鶴は、どうしたの？あれ、これ以上は言いたくない。院長の親友に、あいつがいないときにあいつの弱さを教えちまうのは嫌だ。偉いね。鈴宮。今のはちょっと、かっこよかった。茶化すな。ほんとだよ。だから、お願いがあるの。なんだ？千鶴を支えてあげて。自信を持って支えてあげて。白金くんにならできるから。千鶴は意地っ張りだから、誰にも頼りたくないって思ってるし、そう言うはずだけど、絶対そんなことないの。自分で気づいてないのが千鶴の一番弱いところなんだよ。わかるよね？
そうだな。ああ、わかる。千鶴を見ていてあげて。きっと頼ってくれるから。頼らせてあげてほしい。どこかで弱さを見せなくちゃ。人はきっと向こうを見られないよ。その先を見られない。そういうもんなのか？私がそうだったから。え？成り行きだったんだけどね。でも、ある人に今まで溜めてた辛いこと、打ち明けたことがあったの。その時感じたんだ。それを抑え込もうって。それが自分の強さだって思っていたことが、実は一番弱いものだったってこと。弱いからそれを言えない。言えないからそこにこだわって先が見えない。そういうものだったんだって。院長もそうだって？全てを自分でやろうとするのは、人に本音を言えない弱さだよ。そういうもんなのかな。白金くんも危うくそうなるところだったかも。え？でもそれを乗り越える強さを自然に持ってたんだね。ああ、さっきのあれか。まあいろいろとって答えたのが一応そういうことになってんのか。意味がわかんねえ。ここに来たでしょ。あ、そうじゃないかった。あ、だから白金くんは千鶴を支えてあげられるんだよ。千鶴と話してるとよく名前の出てくる人が二人いるんだよ。へえ。誰だかもうわかるんじゃない。まあタケルとあやみねかな。俺とあやみねだと思う。正解。いっつもね、ムカつくムカつくって言ってるの。でも千鶴のムカつくは親しみの裏返しみたいなものだから。うん、そこには疑問を差し込ませてもらおう。あえてこの間あやみねさんと初めてちゃんと会って話して思わず笑っちゃったよ。どうして？だってほんと千鶴の言う通りなんだもん。あいつはつかみどころがないやつだろ。うん、意外だった。あの人が千鶴と似てるなんてね。似てる？今でも信じられないよ。俺はお前の言葉がもっと信じられん。千鶴が話すあやみねさんはいいとこも悪いとこも、それ千鶴のことじゃないのって思うことがあるよ。え？っていうか、なんていうのかな、正反対なんだけど似てるっていうか、うん、同じライン上の両極なの二人は。だからムカつくんだよきっと。どこか自分を見てるみたいだから。へえ。自分の嫌なところなんて簡単に認められないでしょ。なるほど。千鶴にそれ言うと怒るんだけどさ、でも妙に納得してることもあるみたい。へえ、院長がアヤミネを褒めるのか。ああ、それはそうだよ。千鶴は人を悪く言うだけにしておくのは許せない人だから。そりゃそうか。批判するのと同じだけ、ちゃんと相手を見てる。なるほど。院長らしい。でも俺たちには絶対言わねえんだ。だから私、白金くんのこともいっぱい知ってるんだよ。自信、持てるよ。白金くんなら自信持てる。千鶴と本気で向かい合えるよ。ね？なんかすげえな。え？鈴宮ってすげえやつだったんだな。え？いや、照れちゃうな。マジで感心した。人気あるのは分かったよ。あ、あのね、それ以上褒めるのやめて。もう倒れそうになるから。いやいや、惚れそうになるぐらい感心した。あんたすげえよ。その言葉、千鶴に言ってあげて。何？これでもね、辛いこと悲しいことがいっぱいあったよ。バカでもいいから楽しい方がいいってずっとずっと思ってた。だから今そんなにすげえんだな。そうだね、否定はしないよ。でもさ、みんな同じなんだよね。私だけが辛いわけじゃない。そうだな。千鶴にも千鶴なりの辛いこと悲しいことあるから、支えてあげて。白金くんならできるからさ。すげえやつにそんだけ期待されちゃやらないわけにはいかねえよな。そうだね、やってみる。うん、頑張ってね。あ、やばい、今何時？おいおい、かっこいい時計してるね。
来家今年のモデルだ。千鶴からもらったの？なんで？白金くんが好きそうなデザインだって前に千鶴が言ってたから。え？ああ、もう時間過ぎまくり。玄関に見舞い客迎えに行く途中だったんだよ。もうやばいな。ああ、悪いな、一目ちまって。いいっていいって。じゃあね、いい退屈しのぎになったよ。退屈じゃなかったんだろう。ああ、じゃあな、おい、退屈しのぎかよ。バイバイ。鈴宮ってすげえやつだ、マジで。そんでいいやつだ。自信を持ってそばにいろか。そうだな、俺が自信なくしちゃおしまいだ。おせっかいやめることと自信なくすことは違うよな。うまく使い分けられるかわかんないけど、もう一度院長と話してみるか。つってよ、俺がせっかく意気込んでる時に今日も来ねえとは、いい度胸してるじゃねえか。まったくあいつ顔見せろよな。こうなったら来るまで家に帰ってやる。なんて言われても帰ってるぞ。と言いつつ学校抜け出してる俺。人のこと言えねえかも。えらいよえ。あの人確か院長の。あ、白金くん。こんにちは。どうしたの、こんな時間に。授業終わったの？あ、いや、それがその。ああ、そうか。今日は白金くんもサボったんだ。ははそうとも言います。羨ましいね。私もサボりたいわ。え？どこかのお金持ちと再婚できないかしらね。気まずい。あ、俺。そういえば、ちょっと聞いてよ。ああ、今日はサボったんだから時間はあるでしょ。まあ、そんなんていうかありますけど。実は今朝、あの子が出て行くときにさ、どこに行くのか聞いてみたんだけどね。あの子、なんて答えたの？わかりません。独り言なら聞こえないように言って。何も言えねえ。まあ、あの子があんなになっちゃったの、私の責任だから仕方ない。仕方ないってどう？ちょっと待ってくださいよ。大きなお世話なの分かってますけど、ちょっと無責任なんじゃないですか？どうして？何なんだこの人は。どうしてって、おばさん、院長の親じゃないんですか？あら、白金くん、千鶴の彼氏かと思ったけど、何も知らないのね。彼氏？俺はただのクラスメートですから。そうなの？そのつもりなんですけど、なんか院長のお母さんで調子狂うな。あの子男嫌いだから、君がうちに来た時期待したんだけどな。ご期待に添えずいかんです。面白い子だね。普通そんな答え方しないでしょ。はあ、まあその様子だと本当に何も知らないのね。はい、多分父親いないことも言ってないでしょう。そう、いきなりそんな話どんな顔すればいいんだよ。まあ、あの分じゃ母親もいないと思ってると思うけど。どう反応すればいいんだこれ。なんで俺にそんな話すんだよ。そもそもね、あの子が原因で最初の結婚をして。え、原因？まあ当時から別に珍しいことじゃなかったけど、できちゃった結婚ってやつよね。しまった、やべ蛇だった。だからなんで俺にそんな話。後先考えない、わがままで勝手なろくでなしだったからね。まあそれを許した私も言えた立場じゃないけど、当然うまくいかなくって。重い、重すぎるよ。あの子が幼稚園の時、女作って出てったわけ。その後母子二人で結構大変だったんだけど、かといって女で一つで育てたわけでもない。おばさんが水商売をしていたといえば、その辺わかるかな。要するに他の男ってことだよな。君ぐらいの年だとそういうのは不潔で許せない？そんなことはないですけど。一応私も母親だからね。あの子を養っていかないといけない。今のは汚い大人の言い訳だった？そんなのわかりませんよ。いちいち振られると困るんだよな。だけどね、それ以前に私も女だからね。
こう見えてもおばさん弱いのよ。辛くなれば私は男に逃げることができたし、迷わずそうしてきた。何度もね。ただでさえ父親がいなくなったっていうのに、知らない男たちが家で大きな顔してればね。今考えるとその男たちに嫌な目に遭わされたかもしれないもんね。嫌な目？そういうのを見て見ぬふりをしちゃったってこと。私の逃げ場がなくなる方が嫌だったってことよ。いきなり生々しい大人の実態を見せられて、心の傷を深めた我が子をただ見ていただけの母親、それが私。ひどい話でしょ。わかんねえよ、それがひどいかどうかなんて。いちいち俺に聞かないでくれよ。あの頃はね、後からいくらでも言い訳できる。千鶴が大人になれば分かってもらえると思っていたわ。もっと軽く考えていたかな。そんなバカな、子供の気持ち親が分かんねえのかよ。バカだと思ったでしょ。はい。そうよ、人間ってバカなの。子供だった時感じたり思ったことを大人になって覚えてる人ってそういないのよ。外でする話じゃねえよな、これ。覚えていたとしてもできないのよ。少なくとも私はそうだった。子供がいるだけの大人じゃない女だったからね。ほら、子供って自分のことばっかりでしょ。だから千鶴より自分が可愛かったのよ。けどさ、時間かかったけどこんな風に考えられるようになったのよ。おばさんも今さら遅いけどね。まあ千鶴がああなったのは私の責任ってことだから仕方ないわけ。ちょっとずるいですよね、その言い方は。そうね。責任を認めれば許されるもんじゃないし、許されないことを認めたら立派ってもんじゃないと思います。でもそれを黙って聞いてた俺もずるいっすね。どうして？俺がそれを知ること、院長千鶴さんがどう思うか、いろんなことを思いながらも興味がなかったとは言えない。あの子すごく外面気にするから嫌がるでしょうね。そうですよね。やっぱり自分の母親すら見られたくないって雰囲気だと思うな。でもね、白金くん。はい。それが私の身勝手な行動のせいであっても、あの子がその被害者でも、それは千鶴の事情だし本当のことでしょ。ええ、まあ。それを隠してあなたを巻き込んでいる千鶴の方がずっとずるいのよ。っていうか、俺も勝手にやってるだけで巻き込まれたわけじゃないし。そうしてくれる人の気持ちに向き合っていないからずるいんじゃないかしら。でもその、いいのよ、はっきり言って。おばさんにそれを言う資格あるのかって思ったりもします。誰だって隠したいものはやっぱり隠したいし、言うなら自分で言いたい。千鶴さんなら特にそう思ってますよ。っていうか、さっきも言いましたけど、俺も勝手にやってるだけで巻き込まれたわけじゃない。白金くん。はい。あの子どうかしら。何がですか？普段のあの子、あなたの目から見て。真面目で頭が良くて、何でも要領よくこなして、みんなに頼られて。そう。規則に厳しくて、ちょっとしたことで文句を言いに来たりして、うるさいって思ったりもしますけど。そうね。それから、いつも気持ちを張り詰めた感じがして、何でも一人でやろうとして、すげえ意地っぱりで。それでよく喧嘩してる友達とかいますけど。そうなんだ。いいやつだと思います。嬉しいわ、そう言ってもらえると。私はあの子に何もしてこなかったから、私への反発心からであっても、ちゃんと育ってくれたってことね。白金くん、いい人ね。いや、俺は別に。おばさんも一つ白状するわ。え？君に隠しておくことが娘の幸せにつながるとは思えなかったのよね。ずるいでしょ、今さら母親気取りで。君と千鶴がどういう関係か知らないけど、娘のことを
本当の意味で分かってくれる人がいてほしかった。おばさん。あの子は私に似て本当は弱いのよ。私のせいで人に甘えることが下手な子になっちゃっただけ。小さい頃からずっと私のようになりたくない一心で頑張ってきたと思うの。でもこのままだとあの子は私と同じになってしまう。え？一人でもいいから本当のことを知っている人にあの子のそばにいてやってほしかった。親バカ。いえ、バカ親のとんだエゴよね。他人様の子供に。ごめんなさい。迷惑だったわね。とんでもないです。私にとってあの子はかけがえのない存在なの。誰がどう思ってもね。それだけなのよ。お前、院長、お前この人のこと一番嫌いって言ってたよな。けどこの人は違うぞ。ちゃんと母親の顔して笑ってる。ちゃんとお前の母親なんだ。ごめんなさい、引き止めちゃったわね。いや、じゃあ俺行きます。白金くん。はい。もし迷惑じゃなかったら千鶴のことよろしくお願いします。はい。あ、なんか背中疲れてる人だよな。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。